須坂市動物園、本日はフンボルトペンギンたちのご紹介です。フンボルトペンギンたちは暖かい地方南アメリカに生息している温帯性のペンギンです。先日ペンギン舎のリニューアルを行いました。リニューアル中はアライグマ舎の空き部屋で生活していたペンギンたち、慣れないアライグマ舎で少し寂しそうでしたが、たくさん魚を食べて元気に過ごしていました。さあいよいよ新しくなったペンギン舎へ。今までは全体が水色になっていましたが、リニューアルで陸地はベージュになりました。ペンギンの足の負担が減るようにところどころに石を入れてみました。ペンギンたちも我先にとペンギン舎に入ってきました。みんな行き先が決まっているようです。小部屋に入っていきました。前から使っていた部屋をちゃんと覚えていたのですね。久しぶりに家に帰れて嬉しいようです。ペンギンたちはペアを作って使う部屋を決めて生活しています。当園では秋や春に部屋の中で卵を温めます。この日は部屋で過ごすことが多かったですが、翌日にはプールで気持ちよさそうに泳いでいましたよ。動物園が再開した際にはリニューアルしたペンギン舎で過ごす可愛いペンギンたちにぜひ会いに来てください。